ああ、待たせてすまないね。おかげで支度は万全だ。やり残したこともない。それは良かったです。この船旅はいわば最後の休息。エオルゼアに戻ったらまた激戦が続くんですから。だとしたら今度こそ途中で変な海域に引っかからないといいけどね。タタル、君の方も情報収集の際には気をつけるんだ。ただでさえも私たちにはイシュガルドで前科があるんだから。へえ、何それ面白そう。詳しく聞かせなさいよ。いやそれは。おい、その執行しばし待った。飛燕に夕霧、二人ともどうして。トマの方はどうして。とはわしのセリフだ。まったく、挨拶もなしにいつの間にか消えているとは。水臭いにも程があるぞ。貴殿らがクガネに帰ったと聞き、急ぎ追いかけてきたのだ。ドマの方はまだ喜び冷めやらぬ大騒ぎでな。抜け出しても問題なかろう。そっか、それでわざわざ見送りに。それもあるが、そなたらにどうしても伝えたいことがあってな。こたびはそなたらの尽力あってこそ勝利を得たようなもの、心より深く感謝いたす。この大恩を返すためにも取り急ぎ国政を整えしたい。エオルゼアへ友軍を送りたいのだが、どうか。それは願ってもない提案ですが、ドマにもいつ帝国軍が報復に来るかわからない状況です。今は防衛に力を割くべきでは。それについては策がある。忍びの里の者を使ってドマの勝利を他の帝国属州に伝えるつもりだ。各地で反乱の機運が高まれば帝国もドマばかりにかまけてはおられまい。それにこれほどの恩に報いれん口はあの豪雪に合わせる顔がないからな。わかりました。そのご提案ありがたく頂戴して同盟軍に伝えましょう。ドマの無事は何より、そなたらの西での暴れっぷりにかかっておる。大役だぞ、リセ。もう迷いなく皆の前を歩めそうか。うん、やりたいこともやるべきこともちゃんと見えた。ドマの戦いからずっと進みたくってうずうずしてるんだ。そいつはまっこと頼もしい。夕霧、そなたもエオルゼアに行け。あちらにいる民に勝利の知らせを届けるとともに、総力を挙げて大恩に報いよと伝えるのだ。承知。一足先に彼の地で友軍との合流に備えましょう。それはいかん。くれぐれも達者でな。遠くないうちにまた会おう。
なんとドマが落とされるとは。やはり現地人に代理総督の荷は重すぎましたか。まったくだ。殿下からお役目を頂戴しておきながら無駄死にとは。あれはまた生き延びたか。ならば牙の一つも尖れていよう。来るか、俺の庭まで。千人隊長、ポルドラレムルプス。ゼノス様がおっしゃられた獲物を捕獲し、ただいま帰還しました。ゼノス・イエー・ガルバス、あなた何を企んでいるの？底なしの闇みたいな目、本当に飢えている獣なのはあなたじゃないのかしら。貴様の剣をフォルドラに渡せ。ゼノス様、これは。受け取れ、こたびの褒美だ。元の持ち主以上の働きはできようなは。必ずやゼノス様のご期待に応えます。ではまず、その耳障りに鳴く豚を黙らせよ。俺では命までそぎ落とすからな。まずは暁の帰還を心から歓迎したい。東方遠征の成果について報告をお願いしても。それじゃあ私から報告させてもらうわ。多大な犠牲はあったとはいえ、ドマは帝国の支配から解放されたのだな。民を守るために城をも沈め、勝利をもぎ取るとは何たる意志の強さ。その覚悟、わしらも見習わなければならないの。諜報部隊からの報告によれば、アラニゴ総督府と本国との通信量が急激に増えているようです。おそらくドマ陥落の件で対応に追われているのでしょう。ドマの支配が崩れたとなれば、他の属州に駐留する帝国軍もさらなる反乱を警戒し、身動きが取りづらくなるはずだ。反抗作戦を展開するなら今を置いて他にあるまい。確かに今が好機か。いや、
最後のチャンスかもしれんの。これまで懸命に解放軍の立て直しに努めてきたが、帝国軍も反乱軍しがりの圧力を強めておら、いたずらに時を浪費すればせっかく立ち直りかけた組織がまた崩されかねんからの。帝国軍に拉致された暁のクルル城についても一刻も早く探し出し奪還したいとか。そのために早期の進軍が望ましい。ではこれよりアラミゴ奪還を最終目標とした反攻作戦を開始する。第一目標はベロジナ大橋の占拠だ。これを足がかりとして辺境地帯全域を解放、山岳地帯攻略への足がかりを築くぞ。作戦名はラールガーの戦星。怪人が天に投げかけた導きの星に従い、我らガレマール帝国を粉砕せん。先端が開かれたようじゃな。待つのは辛いです。戦いの前のこの時間は何度経験しても好きになれません。落ち着きなよナーゴ。乗り手がそんなに緊張してたらその子だって怯えちゃうよ。大丈夫、私たちならやれる。勝てるよ、絶対に。はい。よし、敵は誘いに乗ったようじゃな。同盟軍の本体が奴らを引きつけている間に一気に橋に取り付くぞい。メナーゴ、お主にアラミゴ解放軍の軍旗を託す。隙を見てグリフィンで塔を目指し旗を掛け替えるのじゃ。了解です。どんなことがあっても必ず。行くぞ。天に戦星は輝いた。攻撃開始じゃ。強い。私はもう迷わない。どんな壁だろうとも打ち砕いて前に進むだけだ。見なさい、あの旗を。まだ勝敗は決してなど。しまった、
リーセ、もうよい。深追いはならんぞ。わしらは勝った。今はそれで十分じゃ。まさか拠点が陥落したというのか。この戦、我らの勝利である。これより残敵の総統に行こう。残らず引き連れせ。ひとまず政治を離脱せよ。退却、退却だ。フォルドラ隊長、出撃していた第4歩兵大隊が総崩れの模様。このままでは敵のさらなる増援が。撤退しましょう。バカな、いまだ戦力では我らが上なのだぞ。敵の関係に踊らされ浮き足だってどうする。ここで引くような敗者をゼノス様が許すものか。しかし後輩のアナンタ族が騒ぎに便乗して離反すれば、我々は退路を断たれます。再起のためにも一度引いてから立て直すべきかと。泥水をすすり売国度と罵られながらも、ようやくここまで上り詰めたというのに。ええ、遺憾だが撤退するぞ。例の娘を連行するのを忘れるな。まだこれはほんの一歩に過ぎないけれど、アラミゴの土地を解放できたんだね。来てくれたんですね。ようこそ私の故郷メゾクの里へ。それで被害の方は大丈夫だったのかい。ええ、幸い里は無事だったのですが、アナンタ族の方に問題が生じたようで、助けを求める使者が来ています。ぜひ皆さんもご一緒に。何があったの？話を聞かせてくれる？
シュありがたい。帝国軍とカリアナ派の間で一悶着があったのだ。カリアナ派というのはアナンタ族の中でも最大勢力を誇る一派のことです。アラミゴ解放軍に協力してくれている彼女たち、ウィルラ派と違い、カリアナ派は戦いを望みません。帝国に心中を誓って領地にこもって暮らしていたはず。シュー、その通りだ。誇りを失ったカリアナ派は戦うのをやめ、帝国軍に屈して久しい。だがそのカリアナ派に対して新たに黒き橋を治めることになった帝国の女戦士が人質を差し出すように求めたのだ。ドクロ連隊のホルドラだね。でも解放軍に協力してるのはウィルラ派なんでしょ。なんでカリアナ派に人質よこせなんて言うのさ。帝国人は我らアナンタの文化を理解しようとはしない。無知な奴らにカリアナ派とウィルラ派の違いが分かるとも思えん。ベロジナ川の東岸に住むアナンタ族が離反した場合、橋の帝国軍は西岸に陣取る我々との挟み撃ちになる。それを警戒したのだろうが、人質を差し出したのか。シュッ、差し出した。それも族長の娘を。娘を愛していた族長はそれからというもの、来る日も来る日も黒き橋を見ては涙を流していた。だがその橋をお前たちが落とした。戦いの様子を見ていたカリアナの族長は直ちに仲間を率いて逃げてきた帝国軍の前に立ちはだかった。そして求めた。直ちに娘を返せと。あのホルドラがすんなり人質を返すなんて考えられないね。残念だけれど。シュッ、まさにそうだ。帝国軍の女戦士は人質の返還を拒否した。むしろ族長の娘に剣を突き立て道を開けろと迫ったのだ。片や族長は娘を返すまで動くものかと譲らない。そして悲劇が起きた。まさか。大勢のアナンタに囲まれて恐れをなした帝国軍の兵が族長の娘を切りつけたのだ。族長の娘は多くの血を流して死んでしまった。なんてこと。だが悲劇はこれで終わらない。族長は呼んだのだ。娘を死の底から引き上げるために。いやし司る我らが女神ラクシュミよ。神おろしに手を染めたというのか。シュッ、そうだ。カリアナの族長は戦いと誇りを捨てたふぬけ。悲しみに耐えかね神にすがりついたのだろう。目の前に降臨した美神ラクシュミを見て帝国軍の兵どもは慌てふためき逃げ去った。こうしてアナンタの土地に死んだ娘と神が残ったのだ。
勢いづいたカリアナ派は我らウィルラ派に対し神を詣でるように求めている。だが美神を信奉している我らとてしもべになり下がるのは嫌だ。それであなたは助けを求めに来たのね。シュッ。そうだ、アラミゴ解放軍に参じた同胞から聞いている。お前たちの中には神狩りの英雄がいると。事情は理解したよ。新たな蛮神が召喚されたとなれば無視はできない。対応策について話し合わせてもらうよ。アナミカは目覚めぬのでありますか。祈る者よ、死した娘のよみがえりを願うお前の祈りはすでに叶えられた。切り裂かれた肉体をつなぎこぼれ落ちた血を注ぐ、尽き果てた命を吹き込んである。ですが神よ、我が娘アナミカに母の声は届かず何も答えてくれぬのです。祈る者よ、その娘の魂はすでに無産しているのだ。肉体を癒し命は宿した。だが魂を戻すことはかなわない。蛮神にすがりつくのはもうやめなさい。アリゼ、下がるんだ。下がってたまるもんですか。こんな悲しいことを前に目をつむって見て見ぬふりなんて私にはできない。シュッ。人があなたの聖域にまた我らの命を奪いに来たのか。違うわ、私たちはあなたたちに蛮神に頼るのをやめてほしいとそう伝えるためにここまで来たのよ。娘を愛するあなたの気持ちは痛いほどよくわかる。私も大切な人を守れず失ったことがあるもの。嘆きもしたし恨みもしたわ。でもね、蛮神に祈りを捧げても不幸の輪廻が続くだけで決して幸せにはなれやしない。もう分かったでしょ。怒る者よ、確かに祈る者の望みは決して叶わぬ。しかし我は美しき輝きにより悲しみに蝕まれた心を癒し神の前にはべる喜びを与えることはできる。心をねじ曲げてテンパードにして幸せな夢を見せたとしてもそれは夢でしかないし現実の不幸は消えやしないわ。どんなに苦しくても夢の中に逃げてはいけない。あなたが愛した娘と生きてたことを忘れちゃダメよ。
それにね、蛮神は願いを叶えるためにクリスタルを喰らう。アナンダ族が生きる土地を殺しちゃうんだ。怒る者よ、それでも人に脅かされ怯えながら日々を生きるよりも夢見る方がよほど幸福であろう。あなたを脅かす帝国軍は私たちが追い返してみせる。だから、人は信用できない。だが信用に足る存在に作り変えることはできよう。我が輝きにより祈る者たちともども夢に良くするがいい。我が輝きを拒むか、怒る者たちよ。だが今は他のあなたらに祝福を与えるのが先か。人よ、あなたの土地から去れ。そして二度と夢見る子らを脅かすなと同胞に伝えるがいい。ありがとう、この土地を救ってくれて。蛮神との戦いだけはどうしても頼っちゃうね。アナンタ族はやっぱりすごい量のクリスタルを持っていたよ。私たちもそうだけどさ、人はみんな弱いね。神を殺したのか。なぜ殺す、なぜ奪う。もう我らアナンタを虐げるのはやめてくれ。そうじゃないよ、よく聞いた族長さん。私たちはみんな弱い、弱いから何かにすがる。でも弱いからこそ蛮神じゃなくて、共に生きる仲間と支え合ってほしいんだ。そうすればいつか必ず私たちは理解し合える。ねえ、アナンタ族にとってクリスタルの装飾具は心を映す大切なものなんでしょ。だったらその心を蛮神に捧げて溶かしちゃダメだって。お前たちが戦いに命を賭すように、我らは心を捧げて平和を取り戻す。今は分からなくてもいい。でも
私たちはあなたたちと同じ平和を望んでいるの。いつか分かり合えるはずだよ。出て行け。お前たち人の言葉に騙されはせぬ。すぐにあなたの力。わかった。今は出て行くよ。でも私は諦めないよ。だって私たちとアナンタ族は同じギラバニアに生きる隣人なんだから。行こう。アルフィノとアリゼが待ってる。見ろ、薄汚い偽帝国人のお帰りだ。万族相手に敗れて泣きながら逃げ帰ってきたとか。あまり足ざまに言うのは酷というものですよ。言葉巧みにゼノス殿下に取り入って地位だけは得ましたが、所詮は無能なアラミゴ人なのですから。ああ、確かに配慮に欠けていたな。しかしこうも聞いたぞ。殿下の寵愛を賜るために言葉だけでなく体も使ったと。おやおや、道理で出世が早いわけです。とはいえ今回の失敗で終わりでしょう。分不相応の出世など望まなければ生き残れたでしょうに。千人隊長、フォルドラ・レムルプス、ただいま帰還しました。何を怯えている。ドクロの処刑人とまで呼ばれた強者らしくもない。貴様でも死が恐ろしいか。私が恐れているのは、何も成し得ぬまま戦場ではない場所で死ぬことです。己の力で何かを勝ち得たという誇りと共に死にたいのです。確かに貴様の力など取るに足らないほどのもの。しかし未熟ゆえに何かを掴もうとするその熱情の炎が周囲を燃やし焦がしてゆく様を俺は気に入っていた。はっ。さて、貴様は解放軍との戦いに敗れたばかりか、アナンタ族への対応を誤り万神召喚のきっかけを作ったそうだ。何か申し開きはあるか。ありません。すべては私の力量不足によるもの。いかなる処罰も甘んじて受けるつもりです。殊勝なこと。だがくだらぬ演技が透けて見えている。本音を語らねば
言葉通りその首をここで落とす。力が欲しい。私を罵る全てのものをねじ伏せるだけの力が。そうだ、それでいい。ならば機会をくれてやる。超越者たる力を手にする機会を。命を懸けるだけの気概があるのであればな。超越者たる力。今日この場で失うことすら覚悟した命です。そのような力を得られるのなら何をためらう必要がありましょう。